最初に優勝するルーキーは誰か。前回の動画では2022年プロ入りの94期生を紹介しました。今回は2021年6月にプロ入りし変則的な幕開けとなった93期生について紹介します。2年目のルーキーたちは2022シーズン活躍できるでしょうか。それでは合格順に見ていきましょう。佐久間朱莉、2002年12月11日生まれ、埼玉県川越市出身。ジャンボ尾崎アカデミーで腕を磨いてきた一人。原恵梨香、西郷真央に続き当時3人目のアカデミー出身のプロ誕生です。トップ合格すると話しており、有言実行となるトップ通過です。2019年は日本ジュニアで2位、樋口久子三菱電機レディスは27位タイのローアマと高校生の時から成績を残してきました。ちなみに樋口久子と同じ川越出身だそうです。プロ入り後の2021年にはステップアップツアー京都レディースで優勝。数少ない試合で結果を残し、さらに QT では14位に。2022シーズンに期待できるルーキーの一人です。松本樹里、2000年6月27日生まれ、京都府京田辺市出身。誰とでも仲良くなれる魔法の笑顔。そんな人懐っこさを持つ彼女の特技はビリヤードです。ゴルフと同じく止まったボールを打つビリヤードには繊細な感覚が必要で、その時の指先の感覚や集中力はゴルフでも生かされています。また趣味は父の影響で釣り。釣った魚をさばくこともできますが、食べるのはあまり好きではないようです。キューティーは肩甲骨の痛みが原因で欠場しています。2021年度のプロテスト合格者は2022シーズンのステップの出場資格があるため、そこで戦います。岩井明愛、2002年7月5日生まれ、埼玉県比企郡出身。岩井ツインズの姉。 JLPGA4 組目の双子プロゴルファーが誕生しました。小学生の頃から高い身体能力を発揮し、将来はなでしこジャパンを目指すほど本気でサッカーに取り組み活躍しました。中学生でサッカーはやめましたが陸上に挑戦。走ることの面白さに目覚め、短距離も中距離も走っていました。ただゴルフの成績が上がり始めたことをきっかけにゴルフに専念。2021年はステップの山陽新聞レディースカップで優勝。 QT では70位と出遅れましたが、持ち味の攻めのゴルフでツアー初優勝を目指します。内田ことこ、2002年10月4日生まれ、空知郡南幌町出身。プロ入り最初のイベントは登録名を変更。同姓同名の選手がいることから名前をひらがなでことこに変更しました。プロを目指したのは小学生高学年の頃、誰でもプロになれると大きな勘違いをしており、中学2年生くらいの時に現実を知ったようです。そんな天然な一面もありますが、今ではしっかりプロゴルファーです。プロとアマの違いはアットマークがなくなったことくらいと、自然体で臨んだ故郷の北海道でのデビュー戦日本ハムクラシックは残念ながら予選落ち。プロのレベルを痛感しますが、 QT では26位に入りました。順位を落とさず完走できるでしょうか。橋添実、2000年6月23日生まれ、山梨県甲府市出身。シニアプロの橋添淳二を父に持つゴルフ4姉妹の末っ子。自然の流れでゴルフを始め、当たり前にプロを目指し2回目で試験を突破。人生のテーマは兼任可決。意味は我慢強く耐え、決断後は思い切って行うこと。小学生の時にこの言葉を知り、それ以来人生のテーマに掲げているようです。デビュー戦の日本ハムクラシックは予選を通過し55位。兼任可決なゴルフで上位を目指します。後藤未優、2000年9月29日生まれ、福岡県北九州市出身。TP 単年登録で一足先にプロデビュー。2019年度のプロテストでは一打足りず不合格でしたが、プロテストと QT 制度が変更された2019年のみ最終プロテストで合格順位から2台内の選手は QT に出場できる制度がありました。その制度で QT に出場し64位に入ったので、 TP 単年登録で2020年からツアーに出場。子供の頃は体が弱く入退院を繰り返していたという。入院中に見た宮里藍の CM を見てゴルフに興味を持ち始めました。2021年は兼秀宮ラビオープンで優勝しており、早速結果を出しています。
また三ヶ島かなの後輩にあたる沖学園出身、2021年の理工カップで優勝した先輩に続いて輝くことができるでしょうか。工藤由美、1999年2月22日生まれ、千葉県松戸市出身。縁がある数字は2。2月22日22時10分に生まれており、2には特別な魅力を感じているようです。2018年 TP 単年登録で出場したステップアップツアー ANA プリンセスカップで優勝しています。2021年3月に麗澤大学を卒業し、6月に4回目のプロテストで合格しました。同学年より遅れを取ってしまいましたが、試合では2ではなく1を目指して戦います。リハナ、2001年7月26日生まれ、韓国人選手出身。ステップアップツアーの賞金女王、後藤美優と同じく2019年のプロテストで合格順位の2打差以内に入り、 QT60 位で2020年からツアーに参戦しました。2020年はステップアップツアーのユピテル静岡新聞 SBS レディースで初優勝し、その後奮闘金レディースでも優勝。さらに2021年は ECC レディースでも優勝し、ステップで3勝を記録しました。ステップで賞金女王となったことでツアーの前半戦出場権を獲得。2022シーズンは JLPGA ツアーを舞台に戦います。目標のゴルファーは同じ韓国人ゴルファーのイボミ。ボミのようにたくさん活躍し、ファンが増えたらスマイルフラワーと呼ばれるかもしれませんね。小倉さえ、2000年9月3日生まれ、岡山県総社市出身。2017年の日本女子オープンでは3位に入るなど、実力は十分にありました。しかし、2019年の1度目のプロテスト時は腰痛を抱えており、思うようなプレーができず不合格。ゴルフをやめることも考えましたが、周りの応援に応えようと再びプロを目指すと決意。トレーニングはリハビリから始めましたが、2回目のプロテストで合格をつかみ取りました。プロ入り後は JLPGA ツアー3試合、ステップでは4試合の全てで予選通過し、安定したプレーを見せます。 QT も12位に入り、期待のルーキーの一人です。岩井千里、2002年7月5日生まれ、埼玉県比企郡出身。岩井ツインズの妹、姉、明恵と同じく小学生の頃から高い身体能力を発揮してきました。ゴルフでは明恵は攻めのゴルフ、千里は対照的にマネジメントを重視するゴルフです。プロ入り後、ステップアップツアーの初戦カストロールレディースで初優勝を達成。しかし QT は90位であり、岩井ツインズは2人ともいまいちな結果でした。同年にステップで姉妹揃って優勝しており、ポテンシャルは十分にあります。ここから姉妹で切磋琢磨し、同シーズンで揃ってツアー優勝という大記録にも期待できるかもしれません。薮田理香、1999年10月24日生まれ、奈良県生駒郡出身。大阪桐蔭から山下美優に続き、当時2人目となるプロゴルファーが誕生。自信を持って挑んだ3回目のプロテストで合格をつかみ取りました。身長は 155cm と決して大きくはないですが、2年前から肉体改造に励み、ドライバーの平均飛距離は250ヤードとしっかり飛ばします。同時にシックスパックの腹筋も手に入れました。通っているジムが和歌山にあり、移動時間短縮のため2月に和歌山に引っ越すという決断力と行動力もあります。2022シーズンはステップ中心となりますが、さらなる進化に期待です。平井亜美、1996年9月27日生まれ、石川県野々市市出身。プロテストは落ちるものというイメージを払拭し、6回目のプロテストでついに合格しました。2016年の初めてのプロテストは不合格になりましたが、同年の QT でサードステージまで進出したので TP 単年登録を行い、以降はステップアップツアーで経験を積んできました。ところが2018年の QT はサード86位で出場できる試合がなかったので、お隣中国の QT にも挑戦し30位に入りました。レギュラーツアーの三菱重工空調杯では優勝しています。浜崎未来、2000年6月29日生まれ、島根県松江市出身。島根県から25年ぶり2人目の女子プロゴルファー誕生。ゴルフを始めた頃からプロを目指していましたが、当時島根には
ゴルフ部のある高校がなかったようで、練習は基本的に一人。決して良い環境ではありませんでした。そういう環境の中、目標に向かって黙々と練習してきたのは、うちに秘めたブレない芯があるからでしょう。高校1年の全国高等学校ゴルフ選手権で、2学年上の黄金世代を抑えて優勝しています。プロテスト合格後は親元を離れ、ゴルフのため、滋賀県で一人暮らしを始めました。着実にレベルアップしていく姿に期待です。阿部美優、2000年9月27日生まれ、北海道恵庭市出身。ゴルフを始める前は、3歳からクラシックバレエを習っており、バレリーナを目指していました。節制の多いバレリーナと違い、ご飯を好きなだけ食べることができるゴルファーは、とても魅力的に見えたようです。また、子供の頃から読書が好きで、小学生の頃には、図書室で本を読んでいると、次の授業のチャイムが耳に入らず、そのまま本を読んでいたこともあるほどです。読書で培ってきた集中力をゴルフでも活かして、目標のシード獲得を目指します。植手桃子、1997年9月10日生まれ、兵庫県神戸市出身。滝川第二高校出身で、堀琴音の2年後輩。先輩の強い姿に憧れプロを目指しましたが、技術不足で簡単に合格はできず、5回目のプロテストでついに同じ舞台へ。プロテストが約半年延期になったこともプラスに捉え、その間はメンタルの弱さを改善すべく、本を読み、ポイントを書き出し、気持ちの整え方や考え方を勉強しました。合格したらご褒美に犬を飼うと決めていたようで、可愛いワンちゃんには出会えたのでしょうか。2022シーズンの目標はステップで賞金女王、まずは優勝を目指します。ホンスーミ、1995年4月7日生まれ、中国江西省出身。後藤美優、リ・ハナと同じく、2019年のプロテストで、合格順位の2打差以内に入り、QT76 位で、2020年からツアーに参戦しました。2021年の最終プロテストの数日前に出場した。ステップの、ユピテル静岡新聞 SBS レディースで初優勝を飾り、その勢いのままプロテストを合格。9歳の頃にゴルフを始めましたが、良い環境でゴルフをするため家族で渡米しました。アスリートに育てたいという両親の思いがあり、3歳からテニスもやっていましたが、こちらはあまり成績が伸びず、成績が伸びたゴルフを続けることに。2015年から5年間はアメリカでプレーしており、2017年までは USLPGA ツアー、2018年からは、下部のシメトラツアーで戦っていました。篠崎真奈、1997年10月8日生まれ、栃木県上三川町出身。4回目の不合格を受け、一人でゴルフを続けることに限界を感じ、三橋コーチの指導を受けるようになります。それがいい選択となり、レベルアップをして、5回目で悲願の合格です。2017年から19年までの3年間は、TP 鍛錬登録でプレーしてきたり、2020年は、中国ツアーに出場したり、これまでもプロとして戦ってきました。そのため合格したことで、心境に大きな変化があったというよりは、肩の荷が下りてほっとした気持ちのようです。2022シーズンはステップでの活躍、そして YouTube、マナティの法則の活躍も楽しみです。山田紗穂、1998年11月18日生まれ、北海道札幌市出身。同郷で同学年の小祝さくらとは、ジュニアの頃からの仲です。高校卒業後は、北海道にあるゴルフ場で、キャディーとして働きながら練習をしてました。冬の間は宮崎のゴルフ場で、同じように過ごしてきました。幼い頃からゴルフを続けていることや、私立高校に通っていたこともあり、両親には、金銭的に負担をかけてしまったので、これからしっかり稼がないとと話します。ちなみに、ここ数年忙しくて、友達の誘いを断り続けていたら、誰からも誘われなくなったようです。ゴルフもプライベートも応援しています。上野菜々子、2000年7月20日生まれ、大阪府枚方市出身。2019年、4枠の狭き門をくぐり抜け、アマチュアで全米女子オープンに出場。トッププロのプレーを間近で見ることもできて、いい経験を積んできましたが、2019年の初めてのプロテストでは不合格。テスト後は、10時間くらい泣くほど悔しい思いでした。ただたくさん泣いた後は、何がダメなのか考え、そこで自分の準備不足を自覚。そこからは2回目のプロテストに向けて、
計画的にトレーニングを行った結果、合格をつかみ取りました。お姉ちゃんのように慕う支部のひな子のように、海外で活躍する計画も立ててることでしょう。桑木志保、2003年1月29日生まれ、岡山県岡山市出身。支部のひな子に憧れる、合格当時の最年少プロ。高校3年生の時に、コロナで試合の中止が相次いだ高校生に対して、石川遼が主催した、ザワンで、岩井ツインズなどを抑えて優勝。プロ入り後は、JLPGA ツアーで出場した2試合は、36位タイと24位タイで共に予選通過、ステップは5試合すべて予選通過し、そのうち、3試合でトップ10に入り、新人戦は優勝、QT は13位と、限られた試合で結果を残し、高い可能性を感じます。海外でも、ファンの多い選手になりたいと志を掲げ、険しい大会へ航海が始まります。東風花、1999年8月16日生まれ、大阪府大阪市出身。3度目の正直で合格を勝ち取りました。ゴルフの前の幼稚園から小4まで、有段者の父の影響で柔道をやっていましたが、柔道は好きにはなれず、辞める半年前くらいからは、行きたくなくて押し入れに隠れていました。また、ピアノを習っていたこともあり、実家では弾くことがあります。プロになってからは、徐々に知名度が上がり、サインを求められるようになりました。ただ、東ではなく、東と呼ばれることがよくあるようです。もっと知ってもらうため張り切っています。奥山優里、2000年10月1日生まれ、熊本県熊本市出身。最後は大里桃子の後輩、熊本国府からプロゴルファーの誕生。2019年度に受けた1回目のプロテストは一時で落選。今回も、決して自信があったわけではありませんが、ギリギリのところで合格です。ストレッチを兼ねて、新たにヨガを始めたことが、良いリフレッシュになり、さらに柔軟性が上がり、ゴルフにつながったとのこと。同じ2000年度生まれで活躍している選手に対しては、尊敬の眼差しを向けています。先を走る同級生たちに追いつき、今度は、尊敬される選手になれるでしょうか。以上22名です。まず、QT50 位以内に入った選手はこちらです。小倉沙絵、桑木志保、佐久間朱莉、後藤美優、阿部美優、内田琴子、上野菜々子、工藤優美、また、リハナは前半戦出場権を獲得しています。2021年の成績から、注目選手は、ステップの賞金女王となったリハナ。出場した7試合すべてで予選通過の小倉沙絵。同じく、試合で予選落ちなし、新人戦優勝の桑木志保、このあたりでしょうか。他にも注目選手がいれば、ぜひコメントで教えてください。93期生は、2022シーズンから本格参戦となります。レギュラーツアー、ステップアップツアーと、戦う舞台はそれぞれですが、ようやくスタートラインに立ちました。最初にテープを切るのは誰でしょうか。今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。それでは、次回の動画で。